アメリカでの行事を終えた笹川会長はカーター前大統領らと先の飢餓会議で決定された CSB アフリカ新農村運動をスタートさせるためアフリカに向かわれました。アフリカ最初の訪問国は日本の7倍の国土を有するアフリカ最大の国、スーダン民主共和国。スーダンは北部を中心に6割が砂漠。一昨年から昨年にかけて深刻な食糧危機に見舞われています。アトランタから飛行機で24時間、長旅の疲れも見せず人民パレスにエブダハブ暫定軍事評議会議長を訪ね会談しました。この席でエルダハブ議長は人道的見地に立った CSB アフリカ新農村運動を喜んで受け入れることを表明。2つの地域の4つの村でボーロング方式によるヒエやモロコシの生産を始めることが具体的に決まりました。遠く離れた異国の地アフリカでも精力的に活動する笹川会長。人民パレスを後に休む間もなくラファーラ首相と会談されました。1月23日、スーダンを後に赤道をひとまたぎ、インド洋に面したタンザニア連合共和国を訪問されました。ハードスケジュールの中、大統領官邸にムミニ大統領を訪問されました。ムミニ大統領は笹川会長との会談で、タンザニアは一部に豊かな食料はあってもそれを運ぶ道もなければ車もない、耕地が可能な 84% は手つかずのままで天然資源の開発もできないと訴え、今回の農業援助に強い関心を示されました。こういう大事な人はね、僕は人生200年同士やからね、研究の結果それ以上。夕刻、大統領主催の夕食会に招待された笹川会長はニエレレ前大統領と意気投合、ムミニ大統領を交え話し弾むひとときを過ごされました。大統領だということは私はちゃんと聞いてた。